元男性美容系 YouTuber チュル、女性ホルモン注射のリアル体験談を語る。イライラしすぎて泣いちゃう。元男性の美容系 YouTuber チュルが4までに YouTube を更新。女性ホルモン注射について赤裸々に語った。チュル派ビフォーアフターが激変するメイク動画や赤裸々な整形レビュー動画で注目を集め。 2018年にタイで性転換手術を受けて男性から女性になったことも公表している人気 YouTuber。この日は女性ホルモン注射についてお話しますと題した動画を公開し、女性ホルモン注射の経験談を語った。チュルによれば、女性ホルモン注射を男性が打つと、身体的特徴の変化、脂肪のつき方の変化、性格の女性化、 体毛や髭の減少などの効果が期待できるという。しかし、副作用として、心筋拘束、頭痛、めまい、乳がん、生殖機能の喪失などが起こることもあるそうだ。以前、チュルは、卵胞ホルモンと黄体ホルモンという2種類の女性ホルモンの混合注射を打っていたといい、打ったばかりの頃は、寝ている時に寒くて起きてしまう。 人の後ろ姿を見てるだけでイライラする、イライラしすぎて泣いちゃう、という状態になったそう。ただ、それでも、鬱っぽく感じたことはない、という。現在は乱放ホルモンのみを打っているといい、打った直後や翌日に眠くなったり、食欲が増したと感じたりすることがあるとも話していた。ただ、こうした変化がすべて女性ホルモンを打ったせいなのかどうかはわからず。 副作用の出方も人によって違うそうだ。また、チュルのように性転換をした人は、自殺率めっちゃ高いとも説明。そうする人の気持ちもわかるといい、自身も性転換後に、現実と理想の違いがどうしても埋められなかったと感じ、かなり気持ちが沈んでしまったことがあるとか。そうした辛い時期はあったものの、支えになってくれる人がいたため。 現在も元気に過ごせているとのこと。その上で、自分は自分です。人は人です。男だから、女だからってことはない、と、性別関係なく一人一人違う人間であると締めくくっていた。女性ホルモン注射について赤裸々に明かしたチュルに、ファンからは、性別関係なくみんなそれぞれ違うっていうのがまさにそれだと思う。 みんなが聞きたそうなこと答えてくれてありがとう。こんな言い方したらダメやと思うけど、大変なんやなぁ。と思いました。ピルの副作用も個人差あるからそういうことなんだろうな。女性ホルモンを男性が打つとこんなにも知らなかった。と様々なコメントが寄せられている。